ルイ1世は、フランドル博、ヌベール博、ルテル博でもあった。父は、フランドル博ロベール3世の長男である、ヌベール博ルイ1世。母は、ルテル博遊グ4世の娘ジャンヌ。1322年7月22日に、父が、9月17日に祖父が、相次いで亡くなり、1328年に母も死去した、ことにより、ヌベール、フランドル、 ルテルをすべて相続した。しかし、フランドルでは毛織物工業で、経済発展した都市が、領主の権力を脅かすようになり、親フランスのルイ一世と違いフランドル諸都市は、イングランドから羊毛を輸入している関係から、親、イングランド、反フランスであり、両者の関係は緊張していた。1336年に、イングランドが、経済制裁として、 フランドルへの羊毛輸出を止めたためフランドルは不況に陥り、1337年に百年戦争が始まると、ルイ一世はフランスに組みしたが、ヘントの商人にヤコブ・バン・アルテベルでは、ヘント、ブル、エ、イーペルの3都市と結んで放棄した。1338年に、イングランド王エドワード三世もフランドルに上陸、ルイ一世は1339年に、フランスへ亡命した。 事実上フランドルを確保したアルテベルデは当初中立だったが1339年に羊毛輸出の再開と引き換えにイングランドと同盟承諾したエドワード3世も1340年にヘントでフランス王を宣言フランドルとイングランドの結びつきが強化された1345年にアルテベルデが内部構想で暗殺されたためルイ1世は6年ぶりに フランドルへ復帰できたが、翌1346年のクレシーの戦いで、フランスに味方して戦死した。後を継いだ息子のルイ2世は、都市反乱を収集させ、イングランドへ近づきつつ、勢力拡大を図っていった。1320年に、フランス王フィリップ5世の次女マルグリットと結婚、一難を設けた。キド、P47P48、モリタ。 P213P215、木戸 P51P55、佐藤 P30P31、森田 P215、佐藤 P34P38、ありがとうございます。